行きたいとこはどっちだ。あ今けろはい、皆さん、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます、えー、今日もですね。fns 歌謡祭でたくさんの方歌われていた歌声を勝手に聞きながら解説をしていこうと思うんです。けれども、えー、今回はね。ウエストです。ウエストの皆さんが。 えー、ハートという、ね、楽曲を私もミュージックビデオとかそれからテレビで歌われてるのも見てて、ね、あの解説をしてると思いますけれども今回はなんとなんと曲を作られたあのスーパービーバーのねギターの方あとで名前出てくると思いますけれども。うん でえー、一緒にコラボするみたいなので今そこで一時停止してますからとこ,こから見ていきたいと思います早速ねそれでは2時間30分の番間違えた3時間30分の番組頭から見ていて41分32秒のところから、えー、コラボですねウエストのねそれを聞いてみましょう再生ポコンさあ続いてはウエストの皆さんそしてスーパービーバーの柳沢亮太さんですよろしくお願いしますと金髪の柳沢さんね 言えなかった柳澤さんね。相葉君、ハートという曲、デビュー10周年の記念のシングルになっていますが、と、どんな思いで作られたいましたかと、ウエストの、いい声ですね。柳澤さん、何度もメンバーが歌いたくなるような曲、一生懸命作りました。メンバーの皆さん、初めて聴いた時どうどうでしたと、心突き動かされるエネルギーという小瀧君、最初の歌い始めの言葉と、歌い終わりの言葉、最初と最後、一番パワーワードなんでね。 教えてくれませんと <laughs> この後すぐ歌いますねいいですね小田恵くん肌つるっつる顔綺麗だわさあそして今提供してくださった方とコラボ激アツですよねと相葉んも言ってますこれは嬉しいですねあの曲を作られてる方も嬉しいですよねそれではウエストスーパービーバー柳沢亮太さんで「ハートどうぞ」ときた重岡くん 諦めたい夢なんてないよな、いいなせ。ここね、パワーワードって小田君。やな柳ささんも毛入っておーおー、可愛いねみんな衣装白で黒サスペンダーね。絡まないかもカメオくん。横見て上向いて落ち込んだってうわかっこいい柳なささんにも近づいて。 さあ浜田君と藤井君。キスしてあいつねられず見える。かなわないかも切れまく。焦るけどうまいな。足元見た気がつくんだ。いい声。しんするな。小手君と浜田君。叶えられるすべはないと。 <laughs> 仲間君、重岡君に揺らされて、はあんたの人は蹴散らすことじゃなくて、苦しい気持ちも重岡君、仲間とは仲間の時に柳澤さんいいね、こきのことののこと、い,いかないと、君といつまでもどこまでもずっと戦っていく、わあ、ことっくいね、張り合っていくんだろう、自分と諦めたい、桐山君。 カメラを見て。ないよな、なんだって、僕らの。<laughs> 舌たたいてるし、気をかけ。正直さなんだよ、こだかつい。誰にも止められよ、しない、藤君。で、中間君、こだくん。いこう、うわ浜田君と切れまくん。するのは、信じるをやれないはと。神山君と柳沢さ,さんだ、頭をくっつけて。きっと、いつまでも、どこまでも、ずっと。 戦っていくんだろう張り合っていくんだろうあそういつまでもどこまでもずっと戦っていくんだよへいあきららきさと歌ってる桐山君のマイクで <laughs> うわいいね夢なんてないよな確かに諦めた夢なんかない 浜田く正直さなんだよ涙って僕らの正直さなんだよと誰にも止められよし小田彦くん勝ち越せたらいい藤井くそして中間君ん言い換えるのなら最後の最後に仲間と私ぎおかみんな見て肩笑えたらいい神山くん同日はエキスするのは信じるはやめないハートうまい浜田君気持ちで言ったけどちゃんと落ち着いたメロディー ハートーー中爆ハートシゲオカ前出てきて、桐山君、ハートーイービブラート、小田君、ハートーハートって山君、笑って、ハートハートーとシゲオカ君、信じるをやめないハートーいや、終わっちゃうよーとありがとうダー,ーンって。<laughs> 相葉くんがありがとうございましたーといやーちょっとうるさかったね私今大丈夫ですか皆さんこんなに喋るかっていうぐらい自分で歌いながらね誰が歌ってるかパートそして何をしてるかっていうことも全部喋りながら聞いてたらねうるさかったよねきっと大丈夫ですかいやー素晴らしいね素晴らしいです 私途中で何か分かんないけど2回ぐらい泣きそうになったんですけどなんかやっぱり歌ってすすごいですねあの、まあ、そんなことは私が言うまでもなくいろんな方がまあ分かってるし知ってると思うんですけど。 特にウエストが歌うとねなんかその楽曲ね今回柳沢さん作られましたでその作られたご本人がこうギターを弾きながら、えー、その提供した7人がね横で一緒に歌ってるっていうなんかこれって歌じゃないとできない空気感というかね。でもともと柳沢さんはきっとねお家で一人でだと思うんですけどこう言葉をつ紡いでメロディーを作って。 でウエストが歌うことを想像して作られたと思うんですけどなんかそれをその想像をこうやって歌ってくれるんじゃないかという柳澤さんの想像をはるかに上回る多分今ねパフォーマンスだったと思うんですよ、うん。なんかやっぱり楽曲を作ってくれた人とコラボするっていうねしかもこれ「FNS 歌謡祭」の一つのまあコーナーというか企画としてやってるわけですから。 もちろんね私たちリスナーそれからファンの皆さんに届けとやってくれてると思うんですけどなんかそれ以上にねウエストの皆さんが本当にこの曲が好きでそしてこの歌詞の内容に共感してそれをこう聞いてくれるテレビの前の皆さんに対してなんとかその背中を押したい元気をお届けしたいという気持ちがものすごい入ってるでしょう。 うん、でそれで途中で桐山君がね柳沢さんにマイクを向けたり柳沢さんもしっかりこう歌ってましたけどあなんかやっぱりこのねアーティスト活動をしていていろんなこう目的理由ってあると思うんですけどやっぱウエストってそこがものすごいしっかりしててとにかくみんなにこう頑張る勇気元気を届けたいっていうのと。 それから柳澤さんが今回ね10周年で作ってくれたこの楽曲とかもうこれでもかっていうぐらいガップリオスに組んでもうねあの柳澤さんかけるウエストそれが2倍3倍4倍とかじゃなくてこれはさらにここから広がっていくと思うんですけども。 無限大倍ぐらいもうその時のこう会場の雰囲気ねどっかのライブであればお客さんとの雰囲気それから7人それぞれのこう思いもね日々変わってると思いますしそして今回柳沢さんの気持ちも一緒にステージ上というかねこの画面上にあって。 で、まあ、内容がね諦めたい夢なんかないよなとそらそうなんですけどまたこういう言葉のチョイスも柳沢さん素晴らしいのでね「スーパービーバー」の楽曲なんかもたまにあの生徒さんがね歌われたりするんですよレッスンで,で。それを聞いててなんかこちらがねレッスンのために生徒さんが歌ってる声を聞かなきゃいけないんだけど楽曲の素晴らしさにちょっと 心を奪われてててしまうとかっっねスーパービーバーパビバの曲結構あってでそれで柳澤さんがね作られてる曲結構多いと思うんですけどやっぱりこの「ウエストとのコラボっていうのは素晴らしいと思いますし、まあ、改めてそのね、えー、みんなに伝えたいことというのを言葉で伝えるやり方もあるけれどもやっぱこう歌声としてね、えー、メロディーに乗せて届けてくれることでよりこう響いてくるというのを。 改めてこうね実感してすごいなと思いますし、えー、特にね、まあ、皆さんねウエストの7人本当に歌上手だし私好きな歌い手さんいっぱいいるんですけど小瀧んのやっぱりこうね思いがグワッと入ってるあの歌唱そしてね本当に。 私がウエスト見始めた2年とか2年半前ぐらいの時にはねちょっと穏やか低めの音とかをこう出しにくいのかなみたいなところもなくはなかったんですけど本当に一つ一つの音もう低めも高めも関係なく今のパフォーマンスもねすごい安定して出てる上に気持ちが入ってガッと強さもあるしでそういう点でやっぱ桐山くんの声のねまあ安定感はもう私言うまでもなんか素晴らしいんですけどいつも声の響き振って 深さというかな太さみたいなものがなんかより進化したような感じにも聞こえましたねそして音程のずれなさそうな感じが、まあ、実際ずれないんですけど桐山君ねすごいね音の安定感がすごい安心感これ多分、まあ、ウエストの中でも高いと思いますけどその安定感というのはねより。 日本の歌い手さんたちの中でももちろん皆さんは人間ですから歌っててねちょっとこう音が違っちゃったりすることなんても多々ありますけどでも桐山くんって日本の歌い手さんの中で言っても音ずれないランキンキグ相当上位じゃないですか。まああの要素の皆さんも全然ずれないけど桐山くんって声の響きも相まってこうすごい安定感ですね。 ずれそうなな感じが一切ないもんねすごい本当改めて聞いてすごいなと思いますそして濱田君がねまた後半で「うららららってね私もさっき言いましたけど強くふわーって気持ち目いっぱいで張りに行ってちゃんと着地する音には戻ってくるってあの辺のねさらんとやってますけどテクニックはやっぱりさすがですね。 浜田君の声も良かったないや、まあ、みんないいんですけどいや暑かかっったた素晴らしかったです、えー、この何分間ね柳沢さんとのコラボの何分間でテレビの向こうで見てる私も含めて何百万人、うん、何千万人なのかなの方たちの中の相当の数にやっぱり。 そうだねと諦めちゃいけない自分とどんどん戦っていかなくっちゃと自分の気持ちをしっかり確認しなきゃって思わされた方が非常に多かったと思いますしこれが歌の力であり FNS 歌謡祭ですよ皆さん。いやーよかったすごくよかったと思います。はいということでまだまだねいろんな歌いん出てましたので勝手に歌声解説やっていきたいと思います。もし皆さんねこの コラボ良かったよっていうのがありましたら教えていただけたらねリクエストお答えしていきたいと思いますのでお手数ですけどもしよろしかったらまだね「FNS 歌謡祭歌声開催」続いていきますのでチャンネル登録をしていただいてですね皆さんのご希望のやつが出てくるかどうかまた見ていただけたら嬉しいなというふうに思いますということで皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。